じゃないぜ。俺だけ。こんなところにゲリラがいるとは。アルモリカ落城は本当だったのか。大方クリザローで罠にはまった連中の援軍だろうが、そうはさせん。貴様らはここで朽ち果てるのだ。お前たちだけでは心細いのでな。俺がついていってやろう。俺の名はカノープス。死にたい奴はかかってこい。この戦いは俺たちウォルスタ人の戦いなんだ。あんたたちよそ者の手助けなんか。相変わらず固いことを言うやつだな。若いのにどうしてそこまで偏屈になったんだか。偏屈で悪かったな。いって、てめえ何しやる。バイス、いい加減になさい。Yeah.
らはウォルスタのためだけに戦う。本当にそれでいいのかな。お前今さら何を言い出すんだ。おじけづいたのか。それとも平和主義者のお姉ちゃんの言いなりか。これだから甘ったれって言われるんだ。なんだ、偏屈なだけじゃなくていじめっ子か。最低だなお前。うるせえんだよ鳥のおっさんは。俺を鳥と呼ぶんじゃねえ。大人げない真似はしないの。デニム、戦いのコツを教えてやろう。耳の穴かっぽじってよく聞いておけよ。戦いの基本は格好撃破だ。いやらしい攻撃するやつだろうが、弱っちい野郎だろうが、なんだっていい。とにかく全ての敵に対して平均的に攻撃するよりも一人の敵に集中してダメージを与えろ。いいな。デニム、私たちのような僧侶や魔法使いの防御力が低いのはわかるわよね。むやみに前進させて敵の攻撃にさらされるようなおバカな真似だけはさせないでね。何をするにしても敵との位置関係を把握するのよ。ギリギリの位置で魔法を使わせるようにね。位置関係の把握が分かりにくかったら視点を変更してちょうだい。いいわね。
デニム、もう少しアドバイスをやろう。周囲に青いカードが落ちていたら拾うといいぞ。こいつは攻撃力やクリティカル、オートスキルの発動など、この戦闘中のみだが強化してくれる代物だ。1ユニットにつき4つまで効果を付与することができるから、誰に拾わせるかをよく考えるんだぞ。ただし赤いカードは効果を全て消してしまう。こいつは相手に押し付けちまうのがいいな。緑のカードはユニットの基礎パラメータをアップさせる。基礎パラメータは戦闘が終わっても上がったままなんだぜ。効果内容を知りたいならカードにカーソルを合わせるんだ。いろいろなカードがあるからむやみに拾うんじゃねえぞ。いいな。
なところで死んでたまるか。うわ。